国道22号の南側から望む岐南インターチェンジ。岐南インターチェンジは岐阜県羽島郡岐南町にあるインターチェンジである。木台バイパス、名駅バイパス、岐阜東バイパスが交差する。岐阜県内で最も交通量が多い。国道21号は東西の高架道路である。平面で北方向に国道156号、南方向に国道22号が交わる。正確には国道22号と国道156号の起終点は岐阜市赤鍋本郷なので、岐南インターチェンジから西方向は3つの国道の重複区間である。1974年、木台バイパス開通により、岐南インターチェンジが設置される。開設当初は平面インターチェンジであったこともあり、交通事故多発地帯として、岐阜県内で毎年ワースト1位という不名誉な交差点であった。1988年頃から国道21号の高架工事が行われる。高架された現在は、ワースト1位ではないとはいえ、朝晩の渋滞、交通事故多発地帯である。国道21号が4車線であり、そこへ6車線である国道22号からの合流が多いのがネックという。3つの国道の交わるインターチェンジであるが、21号の高架への西側接続道路には、八剣交差点で岐南町町道と交差し、東側接続道路には、岐阜県道179号中の上院植線からの道路が合流する。また、国道22号北行き、国道156号南行きは、岐南インター交差点で、片側2車線に減少する。このため、渋滞に拍車をかけている。岐南インター交差点には、事故防止のため、矢印式信号機が設置されており、直進と右折が分離されている。岐南インター交差点西隣の八剣交差点も、同じく直進。左折と右折が分離される矢印式信号機となっている。また岐南インター交差点にはかつては 450mm 信号機が設置されていたが、南北は2012年11月、東西は2014年1月に LED 信号機に交換されている。八剣交差点については当初は直進、左折は青信号で誘導しており、右折の矢印で誘導するサイクルだったが2008年に直進、左折も矢印で分離する方式に変更され、2015年に LED 信号機に更新されている。ありがとうございます。